今日はマグナムです。よろしく。今日はね、千春のメモリアル企画で守護神伝説、まあ、この守護神もね、さっき言ったように入場する時にトリガーハッピーの守護神担当ドラム千春ってことで、流れやってきました。今日はね、千春のにちなんだ曲をなるべくセレクトして少し、まあ、思い出話をしながら送ろうかなと思ってます。 ちなみに今つい作った2曲目の曲は千春が作った曲です。
マイナーなところから一気にポップなサビに行くあたりがね、彼は結構むしろ綺麗な音を作るのが得意で、まあ珍しいんですね、やつが作ってるのも。でこれはもうもはやトリガーハッピーでは定番中の定番の曲になってます。そうでね、いやさっき三笠さんが言ったんじゃないかさ夜年長いからさ勝てねえぜって感じなんだけど、で次にね送る曲がね、Make Me Crazy っていう曲なんだけど、これね実はもうさっきちょっと弊社の神藤さんとかも喋ってたけど、実は神藤さんがもともとトリガーハッピーの最初の発起人で、人が集まってきて、でその中の、2代目のドラムが千春だったんだけど、その前から今からやるメイクのクイズはあったのね、原曲はあったんだけど、まあ、千春が「ほらこれやだ」みたいな感じで言い出して「じゃあどうやったら好きになるの?」って話で「じゃあこういうのはどう?」ってアレンジしたやつが今の定番のアレンジになってるっていうのが、これからメイクのクイズです。じゃあ一緒にみんなも踊っちゃってください。はい、Next number is Make Me Crazy, Come on, Drums! いつも会ってる場合なの前、お前のことを待てるのさ。You make me crazy, what you want? We're too much.